こんにちは、シーバードです。今回はですね、コストパフォーマンスの優れたエフェクターをご紹介させていただきたいと思います。今回も千葉県船橋にある千葉管楽器さんからお借りしてきました。このレボルというメーカー、皆さんご存知でしょうか？あんまりね、知名度は高くないんですけれども、Amazon とかでね、結構見かけるので、知っている方もいるかと思います。僕もね、ネットで見かけても、全然気にも留めなかったんですけれども、これをですね、試奏させていただいて、驚きました。びっくりしたので、これはですね、ぜひ皆さんにお聞きいただきたいなと思って、レビューを撮っております。こちらの青い方はですね、ネイビーブルーオーバードライブと申しまして、ボスのブルースドライバーがですね、元になっているというエフェクターです。なので色的なものは寄せてますね。で、つまみがですね、非常にシンプル。ドライブ、レベル、トーンと。そして、ブーストとクリーンのスイッチがついているというふうな感じで、操作方法は非常に簡単です。これはですね、定価も非常にお安い。3000円以下で買えるんですけれども、めちゃめちゃいいっす。もうびっくりしました。ほんとかよっていうぐらいね、音が良くてびっくりしたので、後ほど鳴らしていきたいと思います。元になっているボスのブルースドライバーとの鳴らし比べもいいかなと思ったんですけれども、そういった動画ね、結構上がっているので、今回はちょっと違う形で皆さんに聞き分けていただきたいなというところで、こちら SD1 とこのネイビーオーバードライブを鳴らし比べていきたいなと思います。で、そしてもう一つ、こちらはエコーになりますね。ディレイなような感じなんですけれども、これもシンプルです。レイト、レベル、で、リピート、トーンという風な感じで、シンプルな感じなので、直感的にですね、音作りができるかなというところで、今回この2つをご紹介させていただこうと思います。では音鳴らしていきたいと思います。このレボルのいいところはですね、非常に歪みが繊細だということと、あとですね、幅広く歪んでくれるというところかなと思います。まずはナチュラルな音をお聞きください。これをドライブ9時でポチッと押して、で、クリーンの方ですね、クリーンの方で鳴らしてみたいと思います。いや、非常にいいですね、この繊細さ。これにブーストをかけると、いや、ほんと繊細でいい音ですね。これをですね、スーパーオーバードライブで、ね、鳴らしてみると、これナチュラル、そしてこれも9時で鳴らしてみましょうかね。スーパーオーバードライブ、これもね、これですごくいいんですけれども、ちょっと滲んでるというか、結構9時のドライブでも割と歪んでるなって感じですね。ブースターというよりは、やはりオーバードライブ、歪みという風な感じがします。こっちの方はね、自然に持ち上げてくれて、ほんときめ細やかに歪んでってくれる感じですね。ちょっとドライブを上げてみましょうかね。これもね、ちょうどいい感じの歪みです。これが、非常にいいですね。じゃあこれも12時で鳴らしてみましょう。 SD1、
と思うんですけれども、ナチュラルさはレボルの方があるなというふうな感じですね。もうちょっと上げてみましょうか。こんなにね、ここまで歪むんですよ。ちなみに SD1 で30ぐらいのドライブでやってみましょう。うん、なんかそんなにですね、12時以降のドライブ感はあんまり変わってこないなっていうイメージですよね。このレボルはですね、結構やっぱね、変わってきますね。これが12時から3時にすると、もう別物じゃないかっていうぐらい全く違う感じの音になってくれます。これはね、1台だけでもかなり幅広いジャンルで使えるエフェクターだなと思います。このドライブのつまみだけでここまで遊べますからね。で、それプラスこのブーストとクリーンのつまみがあると。じゃあ、まずナチュラルで。クリーンで。いい感じですね。で、ブースト。うん、ブーストかかってますね。クリーンで12時でいきましょうか。これもかなりいいですね。うん、若干厚さがあるけど、この辺まで来るとちょっと変わんなくなってくるかな。そうですね、この辺まで来るとブーストもクリーンもそんなに変わらなくなってくるかなと。まあ、ただこのドライブのつまみだけで随分と こうやってですね、もう3つのオーバードライブを使っているかのような感じのですね、音の幅の広さ、これをね、3000円以下で買えるとはね、ほんと驚きのエフェクターだと思います。じゃ続いてこちらのエコーいきましょうかね。じゃあ全てセンターで鳴らしてみましょう。ちょっとボリュームがね、レベルが下がっちゃいますね。上げよう。ちょっとこもり気味になりますね。トーンも上げた方が良さそうです。うん、もうちょっと上げてもいいな。ショートディレイな感じですね。これはリピートレイト。